ゲームファイト。いただきオンラインのお時間です。はい、今テップって痛かった。いや今日はね結構気合い入ってるんですよ。いつも入ってないわけじゃないんですけど、ああすごいイベントがやってくるんですよ、はい、やってくるっていうかもう始まってます。始まってる。始まってます。なんとイザナギのアバターコンテストっていうのがあるんですけども、これアバターコンテストって何だか分かります？え、アバターコンテストだから、最強の最高にかっこいいアバターを決めるコンテスト。それは近いけど惜しい。惜しい。なんと違う。今回のアバターコンテストは僕らプレイヤーがイラストを描いてあのイザナギを遊び物に送るんですよ。そうするとあのその後投票があるんですね。これもプレイヤーが投票するらしいんですよ、どうやら。はい、プレイヤーの投票でプレイヤーが描いたイラストを一つ決めてそれがゲームに実装される。すごい。みんなが欲しいものが実装されるっていうやつなんですよ。すごいじゃん。でさらにですよ、選ばれるとあの岡崎武史さんっていう、はい、あのイラストレーターの方が、はいはい、遊び物でいつもあの実装してくださっているプロのデザイナーの方が、はい、そのイラストを清書してくれる。そのイラストも見られる。えだから自分がなんか描いたものがプロの手ですごいサッて蘇る、はい、あの生まれ変わってそれも見れるっていう。え、すげえじゃん。そうそうそう。あ、プロが描くとこうなるんだみたいなのも分かるっていうのがね、すごい楽しいイベントなんですよ。ってなると僕らもやっぱりね、あんなアバターやこんなアバター実装したいじゃないですか。やりたい。っていうことで今から僕らは描きます。はい、イエイイエイ。で僕はねもう決めてきたんですよ、どんなアバターを描くか。大体のモチーフをちょっと聞こせてください、はい、じゃん、これです。ほう、これをモチーフにします。犬？そう、うちの犬。犬？犬、犬アバター。よくないですか。え、どういうこと？つまりそれはあの犬ってかわ、僕ね犬大好きなんですよ、犬飼ってて、はいはい、で可愛い犬のアバターが欲しいなってね常々思ったんですよ。え、アバターにするときどういう感じ、まあ、それを今から描いてくれるわけだと思うんですけど、僕のイメージで。ええっとね、一応赤ずきんアバターっていうのがあって、はい、狼があるんですよ。あー、うん、なるほど。なんか着ぐるみとかコスプレ的な感じで、はい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 、はい、ちょっと僕はねまだ不満があって。何ですか？犬だったらやっぱね尻尾はね可愛く振ってほしいとか、はい、ちょっとね手に肉があってもいいかな。ちょっとイザナギって殺伐としてるんですけど、うん、もうちょっとね可愛さに寄せたい犬が欲しいんですよ。あー、なるほど。そうそう、なんで今回それで応募しようかなと思ってます。 OK。 どうするんですか高橋さん。僕なんてもうアバターなんて決まったらもうセクシーな衣装しかやんないです。え、何そんなの行くんですか。なんてダメ。いや限界まで行きましょう。ただそのゲーム的にその、うん、ありかなしかみたいなの判定もあると思うんですよ。そうですね。だから僕何パターンか作ろうかなと思って。おー、すげえ。ただ絵心は完全にないので。もないです。ほんと？はい。でこれ成立するかな、大丈夫かな。これ多分ねなんか文字とかで僕は補足するつもりでここはこうなるみたいな感じでデザイナーの人がやってくれるんじゃないか。精一杯伝えるんですね。そうですね。はい。ちなみに、締め切りなんですが、はい、デザインの受付が6月19日金曜日の12時まで。割とちょっとタイトタイトですよね。もう実は3日から始まってるんですよ、うん、この動画が出る頃には結構締め切り近いですな、ね、みんな急げって話。もうねセクシーな衣装いくらでも実装されるはずですよこれは。マジで、うん、マジで僕かなり攻めるよ限界ね。ただ一応公序良俗に反するものはダメですよ。あと自分 のキャラクター名とか一緒にとコメントが必須なので、その自分の名前恥ずかしい衣装を作ったらその名前出ちゃいます。自分の名前は限界。どこまでねスピードの向こう側に行けるかチキンレースですよ。向こう側にね行きたいな。このアバターを作った人ってうんですよとか言ってみんな会話するわけですよ。なるほど、うん、際どいよねみたいな。で、それデザインの投票が終わると応募が終わるとなんと6月19日の19時から24日の、メンテナンスまで人気投票が始まります。ほい。人気投票の方はまだちゃんと正確には明かされていないんですが、聞いた話によると、はい、アンケートや公式ブログの投票って書いてあるんで。なるほど。アンケートっていうのはどんなアンケートかわからないですが何かしらあるのでしょう。はい、はい、でさらにですね商品があります。もう当然ながら1位に最優秀賞に選ばれた方はアバターとして実装されます。そして入賞したアバターセットを一式をもらいます。もちろんですね。なるほど。で金剛石100個、すごくないし10連ガチャが2回回せますよ。で優秀賞5名多い、なんと、ね、多いなんと金剛石50個10連ガチャが1個10個
回回回せますよ。すごいすごい。これが5名って結構多分イラスト描く人って少ないと思うんですけど、意外に。そうだよね。あのでその中5名ってすごい倍率ですよ多分。多くないと思うし本当に。はい。そして参加賞、イラスト投稿するだけで、はい、経験着 100% は1個もらえます。それ嬉しいんじゃない。地味に嬉しい。でもう一つあるんです、はい、アブバンク関東賞3名、僕らが決める賞です。あ、決めていいんですか。僕らがイラストの中から勝手に決める。うぇ、どんなイラストが入賞するかっていうのは僕らは言う必要もないような気がするんですけどね。はい、ひどいな。ひどいものを。ひどいと思う。うん。でもそこ狙いでいくのも全然ありっちゃあり。はい。でですね、それがの商品が金剛石10個と人気アバター玉手箱。あ、なるほど。で、人気アバター玉手箱っていうのは何かというと、結構あのよく使われてるアバターのパーツが必ず一つ当たる、うん、玉手箱。うん。です。このイベントのためにまた作られました。すげー、遊びもさんありがとうございます。またっていうのはなんかなかったんですか。そう、そういうのはなかったんですけど、ゲームファイター玉手箱みたいな感じで作ってくれました。なるほど。はい。ちなみに、サムライアバター、常任アバター、指揮官アバター、ライダースアバター、武将アバター、牛若丸弁慶アバター、大泥棒アバター、ヴァンパイアバター、赤ずきんアバター、着ぐるみアバターの中からランダム一つパーツが当たりましたというところです。というわけで、最優秀賞を狙うもよし、はい、関東賞を狙うもよし、うん、そして参加賞目当てで送るもよしと。そうだ。いうことで、概要欄に、応募先を置くと応募概要が載った記事を載せておきますので、はい、ぜひそこを見て応募してください。してください。はい。では書きますか僕ら。行こう。行こう。はい、じゃあ行きまーす。書きますね。ちょっと一枚一枚。あ、どうぞどうぞ。下書きづらいですけど、下敷きみたいのないんですよ。はい、できました。え、ちょっと待って、何パターン用意すんの。できました。高橋くん、パターン何パターンできたんですか。じゃあまずパターン1の紹介です。お、早っ。え、それ何ですか。あの、何が刺さってるんですか。何かをぶっ刺してるように見えるんですけど。一応何言ってるんですか。これは女性用の下半身のもので、ティーバッグ、ティーバッグ、ティーバッグ。ひどい。それ多分ね、ギリギリ実装されない気がするな。ダメ、まあ、でも出しましょう。一応出しとく。一応出しときましょう。パターン1だ。次行こう。いろいろメモしとくか、うん、もうちょっと絵心があればな。本当に僕もそう思いますね。はい、できたー。早っ。なるほどね。僕にも理解できましたよ。はい。しかし細くないですかそれ。あるっちゃある。これタンクトップで、普通のタンクトップじゃなくて、普通のタンクトップって割とさ、この首の下この辺ぐらいまででしょ、うんうん、そうじゃなくてもっとグッってえぐってほしい。グッって。なるほどね、うん、男はどうなるんですか。男もタンクトップ。男バージョンはない。ない？ない。女性限定。とにかく深くえぐってほしい。なるほど、うん、それだけ。それだけだ私の頼みは。よし、次行こう。できたー。え、なぜかそれは。そこまでいくとね、全身タイツ的な何かですか。違います。これはエナメルスーツ。エナメルスーツ。ああ、なるほどね。あのテッカテカのやつあるじゃないですか。はい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 。あれが欲しいです。色は黒、もうピッチピチのやつ。なるほど。な、え、エナメルでいいんですか。あの素材はなんか黒とかでさ、ちょっとテカってるけど
なんかレディーガガ着てそうなやつ。ああそう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 、なんかゴムじゃないけどさ、なんかパッツンみたいな、はいはい、あれの全身が欲しい。なるほど、うん、と思います。というわけでこれね、ちょっといわくつきの デザインっていうかアイディアっていうか案でございまして、うん、あの同じね、遊び場さんのゲームのアバベル、はい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 、の方でもね、そのアバターの投稿みたいにやったんですよ、うん、その時に出したんです、うん、もう速攻で却下された。マジっすか、うん、P にね、うん、速攻 NG って言われた。ダメです。なるほど。だから今回また行く。なるほど。どうかな。次行きます。はい。一応できました。できた。ね、自分のねセンスのなさにね呆れるんですが、これです。まず一番重要なのがズボンなんですよ、うん、まずどういうコンセプトか説明させてください、はい、まず赤ずきんアバターの男性アバターっていうのがあって、それがオオカミなんですけども、うん、そっちはややちょっとやぼったい感じというか毛皮コートみたいな感じでオオカミに寄ってるんですよ、はいはいはい、なんでこっちはどちらかというとちょっとスタイリッシュ可愛いに寄せたいなと思っていて、うい、男はちょっとあの胸のところが開いて下に T シャツが見えている革ジャンです。黒い革ジャンで、でも手は肉球、手は肉球、なめ猫っていうか突っ張り可愛いみたいなノリがいいかなと思って。ああ、なるほど、わかりやすい、はい、下のパンツが一番重要で、はい、まあこれも革レザーパンツなんですけど、はい、尻尾、これが絶対外せないのが、動いた時に尻尾がちょっと揺れてる風に見えてほしいと。なるほど。嬉しそうにね、犬が尾っぽを振ってる感じが出てほしいなっていう。で、足はやっぱり犬のちょっと肉球的ななんか足の方もですか。はい、足の方もできれば。ただ足は靴でもいいかな、ちょっとかスタイリッシュを目指してるんで、靴でもいいかなって思っている。で、顔なんですけど、ちょっとやっぱりちょっとかっこいい風にして、黒いサングラスにちょっとピンとした犬の耳、うん、サングラスかけてて、ちょっと怖い方ではないんです、感じではなくて、ちょっと精一杯悪ぶってる感じがいいかなと。で、かわいい、そのサングラスかけて犬耳ピクピンってさせた人が尻尾を必死に振ってるみたいな。いいじゃん。で、女性バージョンは耳がちょっと垂れてクーンってなってる感じで、なるほど、でもちょっとサングラス、やっぱりサングラスかけていて、あ、女性でも、女性でも、もしかしたら実際に絵にしたらやっぱり耳がピンって立っててサングラスかけて、で、この革ジャンも女性バージョンの T シャツの下みたいな感じになって、うん、胸元がセクシーになるという感じにすると、もしかしたらサングラスかけて耳がピンとしてるとちょっと切符のいいお姉さんみたいになるかな。いいですね。なんだかんだ言ってね、可愛い系に寄せると言いつつ、可愛かったのは尻尾だけで、僕の好みのお姉さん系に寄った。結局こうなるんだな。なるほど、はい、でもね、革ジャンシャツで肉球はちょっとやりたい。そうですね、コンセプトですね。僕ね、その尻尾すごいいいと思いました、はい、結構ね、僕ファイターさんがどうか分かんないけど、尻尾を結構大きめにしてほしい。そうですよね、ファッサファッサって入れてほしい。そうそう、それですよ、それ。もうね、結構好きなんですよね。僕も大好き、うん、いいと思います、それ。という感じで考えました。はい、僕最後にですね、まあ、もう一つのゲームの方でもあるんですけど、高橋くんのメガネが欲しい。なのでこれお貸ししますけども、もし採用された暁にはこれをそのままトレースしていただいて。あ、なるほどね、はい。ぶっちゃけこの尻尾だけでもいいからアバター化してほしい、僕も。あ、尻尾、それむしろそれ、ブン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 ってなって。ただ下半身アバターって下半身のズボンとかのセットなんですね。あ、そうか、わ、そうか、うん、だから、まあ、全身になってくるんですけど。なるほど、アクセサリー的にはつけられないんですよ、うん、多分つけられないような気がします。わかんない、もしかしたらできるのかもしれないけど、いけちゃうかもしれないですけど、犬のためにアップデートしましたとかすごいですね、あったら。これもっとね、別のものを実装しろってみんなに怒られるパターンですよ。そうですね、はい、という感じで、はい、考えました。おい、ぜひ、これでもここで投票呼びかけるとなんか不公平が生じそうな気もしますね。するする、うん、まあ、もしよかったらですね、ぜひ皆さん投じてください。はい、まあね、一つ分かったのは、この二人の絵心はね、最低。最低。本当にひどい。こういう企画に向かない。なんもね、これね、その A を起こして、
え、その採用ってなった時に起こしてくれるんですよ、ね、そうですそうです。で もしですよすごいかすごいはもしもの話なんですけど、もし採用されてその絵を起こそうってなった時に、うん、すっげえ大変だと思う。ここまで来たら好き勝手できそうでよくないですか。あ、原型をとどめないかもしれない。そうそうそう。これね、僕もう一つありました。そういえば何何何何これですね、これこれね、僕ね和風の世界観なのにふんどしがないことにね憤慨してるんですよ。結構ふんどしなかったっけ。ない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 か。あの NPC であのお相撲さんみたいな人がこんな感じのつけてるんですけど、なんか和風だったらなんかね上半身裸にして男のキャラクターがふんどしでふんって食いしばっててもいいじゃないですか。僕さ、うん、ふんどしさ、そのリアルに使ってたことあってさ、うん、え、ほんと？ふんどしっていうか T 字体ですね、うん、入院してた時に あのなんか処置とかしやすいようにそのふんどし状の T 字体ってやつつけてたんですよ、うんうんうん、結構ねいいよふんどし。あ、マジですか、うん、で今は今は普通のなんでしょう、ボクサーパンツですけど、はいはい、あとねそのねじってあるのはねダメ、痛い、ダメなの、痛い、うん、お祭り専用みたいな感じ、あれは痛い、はい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 、はい、結構ね僕ふんどしはおすすめです。マジ、すごいスースーすんの。え、そうなの。トランクスとかのね、はいはい、日じゃない横の守りがないから、あれあすげえ汚い話だけどね、うん、ほんとすごいよ。うん、よくわかんないけどそうなんだ。はいはい。で頭ねじり鉢巻きで、ね、ティーバッグがもし実装されたらあの男性の方はそれだお願いしたい。それだ、はい、オッケー。ここで2人の合作アバターじゃないですか。これいいじゃん、いいじゃん。これだ、これこれこれ本命、僕らの本命来たわ。これね、でもティーバッグとこれ両方ともなんか却下されそうな気がしますけどね。いやーいけるよ。いけますかね。分かんない。ひどい。というわけでこんなアバターのコンテストが6月の19日まで、はい、はい、実施されてますので皆さんもぜひ応募してください。そうですね、多分その普通にっていうかね、イザナギ大好きな方でこういうアバターでやりたいなってのかなり多いと思いますよね。はい、それをですね、まあそのもしかしたら僕たちみたいに拙いそうそうそうあれかもしれないんですけども、多分気持ちいいだと思うのでね。そう、文字でちゃんと補足していけばイラストレーターさんもそれ組んでくれるだろうし、うん、あとは何よりなんかイラストがいいってすごい重要なことだとは思うんですけど、でもそれ以上にみんなこんなのアバターが実は実現されたら欲しかったみたいのをあの案としてちゃんと出せば、 そうだ、それが票を集めて実装されるかもしれないですね。そうです。そしたら金剛石も100個ですよ。そうです。はい。ということで、でセクシーなものは僕らが多分アバンカント賞を勝手に与える。任せろ、任せてください、任せてくれ、はい、ということでぜひ、イザナギのアバターコンテストを応募してみてください。はい、はい、ということで結果も、動画で発表したいと思います。うっ、はい、それでは、今回はこれにて次回の動画へコンティニュー。新しいパターン、コンティニュー、コンティニュー。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。